伊予八藩は、江戸時代に伊予国に置かれた八つの藩を指す愛媛県の地方史における用語である。関ヶ原の合戦後、伊予国では、領主の大きな変動や短期間での交代があったが、17世紀後半までには八つの藩が成立し、以後は藩主家が交代することもなく安定した体制となった。八つの藩が伊予国を治める体制は、 廃藩地検まで200年余りにわたって続いた。伊予八藩は以下を指す。国高については藩の成立因護増減がある場合がある。このほか川の絵を中心とする馬群などに幕府領があった。幕府領は、その大部分の期間は松山藩の預かり地で川の絵大官所が置かれていた。愛媛県の地方市においては伊予八藩の成立を時期の区切りとするものがある。 ただし、伊予八藩の成立の時期については、解釈に幅があり、ガモウシキ領が分割された、17世紀前半頃とする記述がある一方、伊予吉田藩が成立し、西条に幕末まで続く、西条松平家が入る、17世紀後藩とする記述もある。江戸時代の四国地方においては、阿波国は徳島藩、土佐国は、 高知藩という大藩による一国支配が行われており、佐野季国も17世紀半ば以降は高松藩と丸亀藩の二藩体制といえる状況であった。伊予国が八つの藩によって分け収められていた歴史は、小規模な平地、盆地が散在するという地理的条件とともに、愛媛県において地域ごとに多様な文化が発展したこと、あるいは、 現役の一体感が薄いと言われることと結びつけて語られる。関ヶ原の戦いの直前、伊予国を治めていたのは、小川助ただ、来島康子親、安国自衛系、池田公優、加藤義明、東道高虎であった。彼らのうち、関ヶ原の戦いで東軍に就いたのは、加藤義明と東道高虎のみであり、両者によって伊予国は二分され、 それぞれ二十万国の大名となった。両者の従来の所領があった何よは、東道領中与は、加藤領となり、東与では、領地配分がなされた。対抗検知による国高を基準に、軍ごとに、両者の国高が均等になるよう、徳川家康が大まかな取り分を示し、現地で細部を決定したとみられる。加藤義明は、丘両内の温泉郡に、松山城を築き、 東道高虎は、瀬戸内海に面した、新領地の落郡に、今治城を築いた。東道高虎は、慶長13年に、伊勢屋のおに転望されたが、今治城付近の2万国は、東道家領として残り、養子の東道高吉が預かった。東道給領の内大須城には、脇坂安寺が5万3千国で、宇和島城には、富田信隆が12万国で入った。 宇和島の富武は、慶長18年に改役され、翌慶長19年に、伊達秀宗が10万国で入った。その後、秀宗の逸豆である伊達総順が3万国を分治され、伊予吉田藩を立藩した。大須の脇坂家は、源那3年、安寺の子、脇坂安元の時に転出し、代わって、加藤貞康が6万国で入法した。後に、 加藤直弘が一万国を分岐されて、新谷藩を立藩した。今治の東道家領二万国は、官営十二年に伊賀国名張に、開地が与えられ、今治には、松平定房が三万国で入法した。なお、兄、貞行の松山入法と同時である。加藤義明は官営四年に、合図に転放され、代わって、我茂忠友が二十四万国で入った。 ガモ氏は、寛永11年に、むつぐ断絶となり、翌寛永12年、松山に、松平貞行が15万国で入り、西条には、一柳直盛が6万3000国で入ることとなった。一柳直盛は入法の途上大阪で病没し、医療は3人の子、一柳直重、一柳直家、一柳直寄りで分割された。寛永19年、 川野江藩一柳家は末期大使をとがめられ、伊予国内の領地を就航され、川野江周辺は幕府領となった。漢文5年に最上藩の一柳忠し教は回帰処分を受けた。その後幕府領となった時期を経て、漢文10年には紀州徳川家連氏の松平頼住が三万国で入法した。明治4年7月に、 廃藩地検が行われた際、伊予八藩はそのまま伊予八県となった。明治4年11月、松山、今治、西条、小松の各県と川の江の天領は、松山県に、宇和島、大須、吉田、新谷の各県が宇和島県に統合された。明治5年2月に、松山県は、石鉄県に改称。宇和島県は、同年6月に、上山県に改名。 明治6年2月に愛媛県として統合された。ありがとうございます。